熊本県八代市の松井文庫所蔵、百鬼夜行絵巻より、山嵐山嵐,山嵐、山嵐は、熊本県八代市の松井文庫所蔵品である、妖怪絵巻、百鬼夜行絵巻などにある日本の妖怪。松井文庫の百鬼夜行絵巻では、棘状の突起に全身を覆われた獣の姿として描かれ、また国際日本文化研究センター所蔵の化け物尽くし絵巻では、 同じ形状の妖怪画のブスマという名で描かれているが、一切の解説文がないため、どのような妖怪を意図して描かれたものかは不明である。妖怪ではなく、実在の動物である山嵐を描いたもの、山嵐が全身の棘によって相手を威嚇するという断片的な情報が妖怪視されたものなどの説もある。上記の絵巻物に描かれた山嵐との関係は不明であるが、 山嵐という名の妖怪は、日本各地の民間伝承に見られる。和歌山県有田郡広島や広島県、山形郡では、別名をシーと言い、毛を逆立てる姿を、牛が大変恐れるので、牛を飼う者は牛に前進させる際に、後ろにシーがいるぞという意味でシ、ーシーと命令するのだという。また、奈良県吉野郡大東村では、 山で木を切る音を立てる怪物であると言われる。ありがとうございます。